こんにちは、ともやです。今日は英語フレーズの暗記は効果がないっていうテーマでお話をしていきます。タイトルだけ見るとなんかこう英語のフレーズ暗記を全否定してるみたいな形に思うかもしれないですけど、そんなことはないです。もちろんフレーズ暗記っていうのは一定の学習効果っていうのはあります。だからですね、僕もツイッターやインスタにそういったものを上げています。ただですね、フレーズ暗記には問題点がたくさんあるんですね。なんでその問題点を知らずに、もう何も考えずにフレーズ暗記をしてても学習効果が薄くなるんですね。なのでフレーズ暗記自体がダメなわけではなくて、要はそういった問題点だったりいろいろなことを意識しながらフレーズ暗記っていうのを効果的に有効活用していく必要があるんですね。なので今回はもうあなたに英語上達を確実にしてもらうために、フレーズ暗記の問題点っていうのを4つ話していきます。で、本当にこの4つの問題点を知らないと効果的な方法でフレーズ暗記っていうのはできないので、しっかりと今日の話は最後まで聞いてください。フレーズ暗記の問題点1つ目が、まあこれは問題点というよりはフレーズ暗記の真実って言った方がいいと思うんですけれども、まあ、実はですね、フレーズ暗記をしなくても言いたいことは言えるっていうことです。多くの人はフレーズを暗記しないと英語を話せないと思ってるんですけれども、フレーズを暗記しなくても実は言いたいことが言えることっていうのはほとんどなんですね。じゃあ例えばですね、フレーズ集とかを見るとこうレストランでよく使うフレーズみたいなの載ってるんですよ。でそこにお水をくれませんかっていう意味で Can I have water? っていうのがよくあったりします。それでこの Can I have water? っていうのは別に覚えてなくても、フレーズとして覚えていなかったとしても基本的な単語だったり文法っていうのを知っていれば自分で生み出せるんですよね。例えば can とか I とか have とか water とかめちゃくちゃ簡単な単語ですよね。でこれもシンプルな文なんで、こんなの単語と文法さえ分かっていれば自分で別に生み出せるんですよ。フレーズ暗記なんかいちいちしてなくても。でもっと言うと別にですね、 Can I have water? っていうこのフレーズにこだわる必要もないんですよね。例えば Please give me some water とか I'd like some water とか Could you get me some water? みたいな感じで、まあこんなのですね、基本的な単語とそして基本的な文法さえ分かっていれば、いろいろな言い方で水をくれませんかって言えるわけですよね。だから別にこの Can I have water? だけにこだわる必要もなくなってきます。だから何が言いたいかっていうと、大半のことっていうのは別にフレーズ暗記をしなかったとしても英語の基礎知識があれば言えちゃうんですね。そしてフレーズ暗記の問題点2つ目が、暗記は大変だし時間がかかるっていうことです。例えばさっきご紹介したフレーズで Can I have water? お水をくれませんかっていう意味があったと思うんですけど、これを丸暗記しようと思ったら大変ですよね。要はお水をくれませんかっていう日本語訳を見たら、もう一瞬で Can I have water? が出てくるようにするみたいな、これってめっちゃもうめんどくさいんですよね。この文を例えば単語的にも文法的にもそういって理論的に一切理解しないで、本当にお水をくれませんかっていう日本語訳を見て、ただ本当に機械的に何も理論的に理解しない状態で Can I have water? っていうのが出てくるようにするみたいな、これは本当に無駄なんですね。一つの単語を覚えるのでも大変なのに、そんなですね、フレーズ単位でこう丸暗記するなんていうことはもうかなり大変すぎるわけですよ。でこれって別に暗記する意味も特にないんですよね。なぜかというと、先ほどもう一つ目のところでお話ししたように、暗記しなくてもこの程度の文であれば自分で作れるからです。フレーズ暗記の問題点3つ目が、暗記したフレーズのみで対応できるシチュエーションなんてほぼないっていうことです。例えばですね、レストランでオーダーするとかタクシーに乗るとか、そういった決められたシチュエーションであれば、まあ暗記したフレーズだけで対応できるっていうのはあると思います。ただですね、日常英会話になってくるとこのトピックっていうのは本当に多彩なんですよね。例えば仕事の話をするのかもしれないし、恋愛の話をするかもしれないし、家族の話、世間話とかいろいろあるわけじゃないですか。で仕事の話一つにとっても、まあ、昇進の話なのかもしれないし、まあ、尊敬する上司の話、まあ、お給料の話とか、まあ、いろんなですね、多岐にわたるわけですよね。でさらに言うと、まあ、例えば同じ尊敬する上司の話であったとしても、その話してる相手によって話の中身っていうのは変わってきますよね。だから、まあ、こういって暗記したフレーズだけで対応できるシチュエーションっていうのは全然限られてるわけなんですよ。だからフレーズ暗記だけしてると全然英語っていうのは実は満足のいくレベルで話せるようにはならないです。フレーズ暗記4つ目の問題点が、フレーズ暗記だけだと実はスピーキング力もリスニング力も思ったより伸びないっていうことです。例えばフレーズ暗記ってそもそも量がこなせないじゃないですか。なぜかというと、一つ一つのフレーズを暗記するってめちゃくちゃ時間がかかるんですよね。でしかもフレーズ暗記ってこう短文ですよね。一つの短い文を覚えるだけなんで、でこの量をこなせなかったり本当に短文の練習しかしてないと、まずですね、リスニングっていうのは壊滅的になります。なぜかというと、リスニングっていうのは別に相手が短文だけ話してくるとは限らないし、しかも大量の英語をこう一気にバーって話してくることも結構あるわけなんですよね。でそうなってくるともうかなり英語に慣れていないと
ダメなわけなんですけれども、まあ、フレーズ暗記っていうのは量がこなせないからなかなかですねその英語に慣れるっていうことはできないし、短文しかやってないから相手がこう長い文をですねバーって話した時にもう何も対応できなくなっちゃったりするんですね。それでフレーズ暗記だけではスピーキング力っていうのもなかなか伸びないです。なぜかというとフレーズ暗記っていうのはやはり量がこなせないので、まあ一冊をですねこう何度も何度も繰り返していくっていう方法になるとは思うんですけれども、まあそうするとですね、まああまりにも英語に触れてる量が少ないのでなかなかですねこう英語に慣れることができなくて、なんていうんですかね、こう実際にこう話すときにこうパッと出てこなかったりします。なんかフレーズ暗記をしたらなんか英語を話せるようになるっていうイメージがあると思うんですけど、実は量がこなせないっていう面でなかなかですね実は英語は出てこないとか、まあ、そういった問題っていうのは起きてくるわけです。それで英語っていうのは例えば一冊の本を繰り返してるだけっていうのは同じ文脈で毎回同じ英語に出会ってるってことなんですけれども、英語の定着っていうのはいろいろな文脈で同じような英語に何度も何度も出会うことによって定着はしてくるっていう、そういった側面があるんですね。だから一冊をですねただこうやり込んでるだけだと実はですねなかなかですねこの英語力っていうのは伸びきらないっていうことが本当に多いです。まあ、そういったですねいろいろな要因があってフレーズ暗記だけでは英語のスピーキング力が伸びきらないっていうところなんですけど、じゃあどうすればいいのっていう話に関しては、僕はですね英語学習はインプットが8割っていう動画で、まあ、他の動画で解説しているのでそれを概要欄に貼っておくのでそれを見てください。今回はフレーズ暗記の問題点として4つお話をしてきました。でこういったことを知らないと効果的な方法でフレーズ暗記っていうのはできない可能性が高くなるので、必ずですね今日の、お話しした4つの問題点っていうのは、まあ、意識をしてください。そしてこんな話をすると、じゃあですね効果的なフレーズ暗記のやり方ってどうやってやるのとか、あとですねまだ言ってなかったんですけども、実はフレーズ暗記よりも10倍大切なことっていうのもあったりするんですね。でそういったビデオに関してはまたですね今後撮っていきます。まあ次回以降のビデオでどん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 お伝えしていくので、まあそういったですねビデオを見逃さないためにもですね、下からですねチャンネル登録をお願いします。それで今日のお話が、まあ、役に立ったと思ったら、下からですねこのグッドボタン高評価を押してください。そしてあなたが本気で英語を聞けて話せるようになりたい場合は、僕の公式 LINE で英会話の無料講義っていうのを配信しているので、あなたが英語を本気でそして話せるようになりたい、聞けるようになりたいという場合は、下の概要欄からですね、僕の公式 LINE に登録をしてください。それで Twitter やインスタでもまた別の違った角度から英語学習に役立つ情報を配信しているので、まあ、英語上達したい場合はですね、下の概要欄から確認してみてください。それでは今日はこれで以上になりますので、ありがとうございました。